こんにちは。はい、今日はこのヘアバンドの付け方を教えていきたいと思います。まずはショートヘアの方の付け方からやっていきます。早速いってみましょう。最初はこのヘアバンドを頭の中心くらいの位置につけます。そして後ろの髪をヘアバンから出します。あとは全体的に整えて完成。髪をまとめてヘアバンで留めるのもいいですよ。一回ヘアバンを首まで通します。髪を耳にかけてヘアバンを下から上に持っていきます。そして整えて完成。ヘアバンドをつけた状態でゆるく三つ編みをして整えるのもおすすめだよ。じゃあ次はメンズヘアバンドつけ方を紹介します。まず同じくヘアバンを頭の中心の位置に。トップの髪を少しヘアバンの上に出す感じで、あとは全体を整えて完成。ヘアバンって付け方がわからないって方が多かったりすると思うんだけど、実際は簡単に付けられてヘアアレンジ次第でもっと可愛くなれるおすすめのアイテムだよ。メンズも簡単におしゃれができるアイテムだし、いろんなコーデにも合いますよ。普段付けない人もぜひ挑戦してみてくださいね。それじゃあじゃあねー。